さあ前段並んだのは中野真嗣と吉田敏郎。まず吉田が抑えていく。吉田がしっかりと抑え切った。中野真嗣やむなく番手を下げますが、今度は入れ替わって北鶴翼の反撃。西日本勢がここは前に出るか。ジャンマイにコーナーを抑えていきます。北鶴の抑え先行。吉田敏郎は中段に下がった。中西大は流れに乗って4番手を狙いますが、さあ金が入って吉田敏郎4番手で絡んでいく。この間に中野真嗣も追い出しをかけましたが、このまま北鶴がどうやらかけそうだ。さあ北鶴翼がこのままエンジン全開。番手5番の園田に桑原が3番手、4番手キープは中西大、吉田5番手に控えまして、中野真嗣後方に待った。7番手から負けに勝負。2コーナーからバックへ入って北鶴翼が縦一本で飛ばす。番手園田匠、まだ中野真嗣、ようやく7番手から踏み込んでくるが、これはちょっと中部勢に合わされている。中野これは苦しい。先頭北鶴翼、番手園田、3番手桑原、4コーナー回ります。さあ北鶴先頭、番手園田が追い込んでくる。北鶴園田並んで合流。1番の桑原が